俺やろうか。ヤシマじゃないよ、サンマだよ。あ、この間のロケエコノミーだったよ。まあ別にいいんだけど。すいません、最近予算が厳しくて。メガネにいじられてもな。奥さん、プレサタ出てる。あ、そうだよ、料理コーナー始まったんです、陽子さんの。出ちゃいなよ、しれっと。キッチンスタジオで年上の奥さんとお揃いのエプロンしてさ、僕メレンゲできない、貸してごらん。シャカシャカシャカ、はい、すごい、さすが陽子たー。こんなミニコーナーを 2,3 年やってさ。いいぞメガネ、器用なメガネ。うん、そしてドジっ子キャラがお茶の間に浸透して不倫の記憶が上書きされた時、しれっと駅伝の中継かなんかで復帰しちゃえばいいよ。ありえませんね。なんでよ。